始まりましたエモチャンネルウェイ、ウェイ、このウェイで気合い入れてる、ちょっと小島よしおっぽいよ、ウィーみたいな感じでね、ちょっとテンション上げていきましょう。はい、今日のテーマは何でしょうか。今日のテーマはセブンポケットの作り方、イエーイ。シーズンポケット、いくつあります？4つしかない。あ、4つか、前と後ろ取ってそういうことではなく、セブンポケットポケット皆さんご存知ですか？説明してください。なんかこう今アメリカとかね、こう海外ではこう7つの収入持つのが普通ですよみたいな感じがあるけど、うんうん、まあ、日本ってでもあんまないですよね、うん、そういう認識って。まあ、あの投資の話をするとよくリスク分散っていう話があって、うん、1個の株にドンってお金を全部入れちゃったら下がったら終わりじゃない、うんうん、だからそれをいくつかに割って分散して投資をするっていう。そうすると1個が下がっても6個で拾えるじゃない。そっか、こういう価値観のことね。これを仕事でもやりましょうねっていうのがセブンポケットね。もともとは投資の考え方みたいな感じ、ね、うん、まあそうだね。うーん、あ、でもめちゃくちゃ分かりやすいですね、うん、なんで海外ではそんなものが普通なんですかね。っていうかなんか日本が特殊なんだと思う。うん、なんか日本の学校教育ってさ、思い出してほしいんだけど、うん、国語算数って決められてたじゃん、うん、でこういうのアベレージ教育っていうんだけど、うん、みんな同じじゃなきゃいけないみたいな、うん、でした。でどっちかというといい点数取っていい IQ でいい学校に入っていい会社に入ることが素晴らしいんだよっていう、うんうん、でキッザニアに社会科見学連れて行かれてどの職業がいいっていうなんか洗脳を受けるわけ、うんうんうん、でそうすると就職教育をしてるから1個の仕事で終身雇用に乗るっていうのが、うん、まあ一番ベーシックな形じゃない、うん、そうですね。でどっちかっていうとさ、じゃあ友達がね、うん、仕事終わって夜ローソンでバイトしてたらこの子生活苦しいのかなと思わない？いや思っちゃうかもね、うん、でもね世界はそういう見方じゃないの。例えば香織が1個しか仕事してないとするよ、うんうん、この人バカなんかなって思われてるわけよ、うん、え、だってさ、あと30年ちょっとしか働けないわけじゃん、うんうん、で、体力って上がる下がる？下がる、下がるよね。ってことはもっと働けなくなるのに、何遊んじゃってんのって思ってるわけ、うんうん、どっちかっていうと一生分のお金は30までに稼ごうっていう、まあ、こういうのファイヤームーブメントっていうんだけど、うんうんうん、こういうファイヤーな生き方をしていくっていうのが今一番流行ってるね。全然流行り乗ってないですね。まあ乗りつつはあるんですかね。まあ学校教育に問題ありね。ただやっぱりこのコロナの影響もあってフリーランスとかギグワーカーっていうウーバーイーツみたいのはちょっとやり始めたよね、うん、でも所詮ギグワーカーってあんなもんバイトの延長線上みたいなもんだから。あ、そうか、そうですよね。だってね、アプリ一つで面接もせずに宅配させんだから、うん、いや誰でもできる形にしなきゃいけないじゃん、うんうん、だから能力はいらないよね、うん、なこの間ねウーバーイーツで月収100万いったやついるよ。めっちゃやばい、うん、え？もう地獄のように宅配してたけど、でも俺はね、それがうまいと思ったのは、うん、100万円稼いだことよりもそれがバズって自分のブログとか SNS とかどんどん流行ること、それ話題性があるじゃない。それもまたなんか一つこう次の仕事につながってきそうですよね、うん、意図的にやってると思う。 うん、なんか誰もやらないようなことやるっていうのも、うん、ニュースで取り上げられたりしたら例えばインスタがバズったりするじゃない。うん、なるほどなるほど。まあ、今日セブンポケットの作り方ってことなんですけど、うん、セブンポケット作るっていうのはそういう視点でも見てもいいんですかね。なんかこう単純にこうお金にしていくってだけじゃなくて、うん、まあ、その自分の知名度を高めるとか、うん、こうまあね、バズるみたいな、そういうの。例えば今の仕事を7個できる？え、同時に。だって無理ですね。だって労働時間が8時間だとしたら、うん、7、8、56時間無理やん。死んじゃう。だからセブンポケットっていうのは意外と1個1個が2、3万とかでもいいのよ。私は毎月メルカリでいらないものを売って2万円稼いでますとか、俺もね過去の YouTube であの30万円すぐ稼ぐ方法って上げたことあるんだけど、うん、すげえ再生されてるわけよ。おー、やっぱみんな気になる。そう、それは友達に電話しまくっていらないものをもらいに行ってそれをメルカリで売ってしまえっていう、結構炎上してたよ。もうそれ人として終わってるやろみたいな。いやでもまあ、だって捨てるものじゃん、うん、いらないものですしね、うん、フリマなんて100円ぐらいしかもらえないんだから。で俺はその子に言ったのは、うん、それで写真の撮り方、タイトルの付け方を勉強しなさいと、うんうん、それがプレゼン能力になるから、うんうん、で今自分の事業を立ち上げて、なんか面白いよその子。うん、なんかセブンポケットどっちかっていうとそういう考え方の方がいいんですかね、うんうん、なんかこう仕事の種類を増やすとかじゃなくて、うん、
なんかこうと自己投資みたいな感覚ですか、うん、どっちかというと。俺は後からのウーバーイーツを結構友達に勧めるの、うん、でそれは何でかっていうとインターンをやれっていう意識があるの。ウーバーをやることによってウーバーという会社の仕組み、うん、アプリの動き方、うん、どうやったら誰よりもいっぱい配達できるかっていうコツをつかむの。そうするとさ、お金もらってインターンに制度に行ってるようなもんだから、うん、まあ、職業訓練じゃないけど、うん、スキルアップにつながるじゃない、うんうん、いや俺世の中のトレンドはもっと変わると思っていて、うん、もうミクシーアクセスしてないでしょ。してないです。と同じようにフェイスブックもどんどんアクセス数が下がり、うん、これからインスタだってどうなるか分かんない、うん、ってことはトレンドが変わるわけだから、うん、香りが3年間学校に通って免許を取ってる間にトレンドが終わったら意味がないよね、うん、あの医療事務とかなくなる仕事に入ってるからね。だってあのパソコンが勝手にやるわけだから、うん、いらないじゃんか。確かに。だから俺はこれからドローンが流行ったり自動運転が流行った時に、うん、そういうものに対応する力とか、うんうん、絶対大事だと思う、うんうん、なんかこうウーバーイーツやってる人って、まあ、最近よく友達もね、うん、いっぱいやってるんですけど、うん、なんかウーバーイーツをそのリンダマンみたいな目線で見てる人ってだいぶ少ないというかほとんどいないですよね、うん、きっとこうインターンみたいな感覚で、うん、でもそれめちゃくちゃ大事だなと思いました。本人たちは気づいてないけど、うん、振り返ったら分かると思う、あの時やっといてよかったわみたいな、うんうんうん、だって50万とか稼いでるやついっぱいいるから、うんうん、へ、なんかセブンポケットって何でもいいのかなって思っちゃったんですけど、うん、なんかむやみに増やさない方がいいですか、なんかこうとりあえず働こうみたいな、うん、なんかね最初はね正直質よりも量だから、うんうん、内容とかよりもまずいろいろ手を出してやってみるっていうのが重要だと思う。うーん、あの2頭のものは1頭得ずっていう人いるけど、うん、いやいや2頭1頭追いかけてるうちにトレンドが終わるから、うん、例えば動画編集なんてものが AI 化していった時に、うん、そんなに人間いらなくないみたいな、でなんかベトナム人が300円でやるよみたいな話になったら、うん、日本人の仕事なくなるじゃんか。そうですね、でも今は動画編集をやったりするのが何でいいかっていうと、うん、それに対応する力、うん、新しいアプリとか新しいソフトとか、うん、それがこの先何が流行っても対応できる対応力になると思うね。なるほどなるほど。なんか自分じゃ今1個の仕事を、うん、じゃしてます。でそういう人結構まだ日本はね、うん、じゃ多いんですけど、結構1個の仕事って例えば収入が高かったりすると、うん、もうそれで大丈夫じゃなくて、例えば月収1個の仕事で30万から40万ぐらいもらってたとすると、うん、なんかあんま危機感を感じないじゃないですか。それでもやっぱそういう仕事してる人もこう、うん、セブンポケツが環境がね、いいですよね。その30万から40万は俺の中で激低だから、うん、環境か、うん、いや、なんでかっていうと生きてはいけるよ。でもそれ生きていってるだけで、じゃあ未来のお金はどうするんだとか、子供の留学とか言ってるけどいくらかかるか知ってるみたいな、うん、で親は10年後10歳年重ねてるよみたいな、ってことは病院行かすよねっていう、今だけじゃんっていう。で未来のことを計算すると香りでもやっぱ6、70は必要なのね。うーん、出したことあります、うん、で70ぐらいだ、忙しくて何もできないとか、うんうん、いつかはやろうと思うって言って下方修正していくと、うん、体力は下がる、で女の子は出産がある、うん、子育てがある、うん、いや大変よ。いやまず人生やることいっぱい。だから私はお金があるし、うん、興味がないんですってやつは情弱だね、うん、うん、情報弱者だと思う、うん、今のお金で生きてるだけで、うん、まあ確かにそれをやめてしまえば終わりですもんね、うん、だから俺はセブンポケットっていうとちょっと難しそうだから、うん、少なくとも4つは必要だと思うわけ。ほう、まず本業で給料があるじゃん、うん、で俺はその浮いたお金を今運用しろってサロンでも教えてんだけど、うんうん、1万でもいいからちゃんと運用しろっていう、うん、あのね香りがこれから30年間2万円積み立て貯金毎月してる、うん、毎月2万円積み立てると30年後720万円になるよ、うん、でもそんな焼け石に水だよ、うん、車2台ぐらいしか買えないから、うんうん、ないよりあった方がよくない。そうですね。でも銀行金利ほぼゼロ、うん、これを例えば積み立て NISA で、年利 5% で計算するとね1600万超えるの。うーん、これ複利だから、ね、6% 計算したら2000万超えるからね、うんうん、すごい、うん、お金3倍にも4倍にも合ってるじゃない。そっか、そうですよね。そうだからこれで今本業と資産運用ってなった時に、じゃあ間でウーバーイーツやって、うん、もう一個なんかライティングの仕事するみたいな、うん、YouTuber でもいいじゃんか、うん、
そうやって俺は YouTuber で1万円しか稼いでないやついっぱい知ってんだけど、うんうん、その額じゃなくてそれをお前そこまで形にしたのすごいじゃんってことが言いたいのよ、うん、その過程も大事ってことですね。いや過程が大事、うん、過程が大事、うん、いやその力が次の何か新しい事業、うんうん、あのね人生に問題はないと思っていて、うん、全部課題なのね、うん、香りに超えれない問題なんか絶対香りのとこ来ないから、うん、地球温暖化をなくしてくれとか言われたことある。ちょっと厳しい。ないですね。ないよね。なんか今のドルと円 の関係性をどうにかしてくれとか、重たいですね。ちょっと金正恩と交渉してくれとかないでしょってことは香りがちょっと頑張んなきゃいけないんだけど、うん、全部超えれる課題しかないわけよ、うん、いやそれめちゃくちゃ深い。で目の前に壁が出た時にボーンって壊していく、うん、で壁が出てきた時にボーンって壊していく力がつくと、うん、どうなるかっていうと人生にどんな壁が来ても何とも思わなくなるわけじゃん、うんうん、だから俺ね人生はね本当にイージーゲームだと思ってるわけ。それはなんでそう思えるかっていうと、うん、別に全部解決策ある、うん、自分の会社が作れたとしてもっと土地を上げればいいし、うんうん、老媒する必要がないわけよ。なんか自分とこに来てる壁は全部壊せるってもう気持ちでいっちゃえば、うん、それがもう分かっちゃったら強いですよね。でも、うん、だし先々週話したけど、うん、あのその壁を壊してまで向こうに行きたいと思ってるかどうかよ。うん、変わりたいとかですよね。どう重厚な壁が目の前にドーンって出てきた時に壊したいと思う。正直難しいって思う。こんな分厚いさ辛い、うん、でもさちょっと触ってみみたいな。発泡スチロールだったらどう最高ですね。もう壊しますね。うん、もう日本よりガーン。ってことは意外とそんな課題なんか多いのよってこと。見た目に騙されてないっていう。それがなんかちょっと難しいと思っちゃってるんですかね。まあ例えば転職すらそう怖いと思ってる人は世の中いるし。うん、確かに、うん、なんか失うものある。俺は転職はキャリアアップだと思ってるから、うん、1個の仕事をやり遂げるのも素晴らしいことやけど、うんうん、いろんなインターン制度に入っていけば、うん、いろんなマーケティングとかできるようになるから、うん、起業しやすいし、うん、あとそこで人脈を確保してるから、うん、起業した時に手伝ってくれる人がいるし、うんうん、いっぱい良くない。うんいいですね。なんかでも今日聞いてて思ったのは、うん、やっぱりその、まあ、じゃあ新しく仕事始めるとかもそうだけど、うん、なんかその壁もそうですけど、なんか一歩踏み出すってだから大事ですね。大事大事。とりあえずやるじゃないけど、これ一歩踏み出さないとこの、ね、収入だったりっていうのも増やしていけないし、うん、じゃあなんかこう SNS とかもそうですよね、うん、新しくファンが増えたり。だから365歩前に進んでる人を見るとすごいと思うんだけど、うん、毎日一歩ずつ歩いただけですよってことだから、なんかすごく見えちゃうんですよね、うん、やっぱり目の前の一歩が大事なんだ。だからプロセスを見る力がいる。まあ、それ深い、うんうん、そうですね。だからまたにあの二次プロの話になっちゃうんだけど二次プロはさプロセスが見れるから感動するのよ、このスタートライン。そして俺あれすごいなと思うのはあのプロセス見たら CD 買うよ。あでもだって応援したくなるもん、うん、だってこんな頑張ってきたわけじゃん。プロセスに感動。なんか俺はそういうパッケージが俺ねSNS のこれからのキーワードだと思ってるんだけど、うんうん、これからインスタでバズりたい、 YouTube でバズりたい、うん、TikTok でバズりたいなら、うん、絶対ストーリーだと思うんだよ。みんなが聞きたいのはそのストーリーなんだよね、うんうん、そうですよね。だってさ Apple ってこれは2人とも iPad だけど、うん、プロダクトが iPad と iPhone と iMac と MacBook と Apple TV ぐらいしかないのよ、うん、確かに製品5個か6個ぐらいしかないのに、メインがこんなに世界中に広がったよ、うん。でもソニーなんか何個ある？もっとありますよね。ってことはよ、アップルはストーリーを売ってるわけよ、うんうん、何のために作ったんだと。無意識に買っちゃった。だから CM、あ、今度その話しようよ。おう CM ってな、アップルの CM の作り方って絶対的な法則があるの。うん、ある一定の方向にプロットを作ってるから、台本を、うん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 、だからみんな買いたくなるの。うん、もうそのストーリーが決まって よく見て、なんかこのボタンを押したらこうなりますっていう CM 見たことある？ない。要はこれが自分の部屋に入ってくるとこんなにライフスタイルが変わる、ペン一つでこんな絵が描ける、子供が喜んでいる、そっちが重要じゃない。ってことは俺やっぱねストーリーだと思うんだよね、うん、だからインスタもやっぱストーリー、今のこの写真を撮ることも大事だけど、ここまでのストーリーをちゃんと話してあげると刺さりやすいよねって感じ。それはフォローしたくなりますね、はい、確かに。なるほど、ちょっと次のまたねテーマも見えてきます、はい、そのアップル喋りたいですね、ストーリーのやつ。喋りませんけど。はい。
ということでね、はい、じゃあ今日も皆さんね一歩踏み出していただいて君もねはい、はい、壁のね、はい、破っていかなきゃということで皆さんもちょっとね参考にしていただければなと思います。はい、はい、それでは皆さん次回のテーマでお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。